こんにちは。今回は前回も続き、精神の成立から見ていきます。精神の初代皇帝、司馬遷は、中国といつごはやる気をなくしてしまい、女と酒に溺れて政治をしなくなりました。また、息子の司馬丘がダメな子っぽかったので、人々は司馬遷の弟で優秀だった司馬丘が次の皇帝になると思っていました。ところが息子を皇帝にしたかった司馬遷は、司馬丘を支持している人を首にしまくり、司馬丘を田舎の知事に赴任しました。司馬丘はストレスで死にました。これにより司馬家に有志、有名人材がいなくなり、司馬遷の妻のお父さんである楊枝、雲が政権を握ることになりました。290年、司馬遷は死にました。司馬遷の思惑通り、息子の司馬丘が二代目皇帝になりました。しかし司馬丘はやっぱりダメ息子だったので、楊枝雲が権力を握り続けました。司馬遷の遺書には、楊枝雲と司馬丘の二人に政治を任せると書いてありました。しかし、楊枝雲一派はそれを楊春一人に全て任せるという内容に書き換えました。ただ、楊枝雲はあまり優れた人物ではなく失政を繰り返したので、人々に恨まれるようになりました。楊枝雲を恨む人物の中に、皇帝司馬丘の妻の河南風がいました。河南風は、司馬懿と手を組んで楊枝雲一族を皆殺しにしました。楊春が死ぬと、司馬遷の意志を身もっとって司馬丘が政治を行うことになりました。しかし司馬丘は、人として弱めの河南風の権力を抑え込んだので、河南風はまた司馬懿と手を組んで司馬丘を殺しました。さらに河南風は、司馬懿が権力を持つことを恐れたので、司馬懿に全ての罪をなすりつけて処刑しました。こうして河南風は全ての権力を手にしました。河南風は、政治は全て手下に任せて、自身は好き勝手遊んでいました。街中に出てはイケメンを見つけて家へ誘い、ことが済むと口封じのために漏れなく殺したりしました。ただ、手下は優秀だったので、精神の政治は安定しました。皇帝司馬丘の皇太子、司馬懿は河南風の子供ではなかったため、後継ぎを自分の子にしたい河南風は司馬懿を消そうと思いました。299年、河南風は司馬懿に酒を飲ませてベロベロにし、皇帝司馬丘と河南風を首にしよう、という内容の手紙を書かせました。そして、その手紙を口実に司馬懿を死を刑しようと考えました。見事手紙を書かせることに成功し、皇帝司馬丘は司馬懿を処刑すると宣言しました。しかし、何も知らない河南風の優秀な手下たちはこれは偽策だと固くなに主張しました。これに折れた皇帝は、司馬懿を死、余民に落とすことということで落ち着けました。これに納得がいかなかった司馬懿の手下は、司馬懿の救いを計画し、司馬懿に協力を要請しました。司馬懿はこれを認めました。しかし司馬懿の手下が、あえてこの計画を河南風に漏らして司馬懿を殺害させ、それを口実に河南風を除こうと提案したので、そうすることにしました。河南風はこれを聞いて驚き、急いで司馬懿を殺害しました。司馬懿は、計画通り、司馬懿の仇を討つことを大義名分として、河南風とその優秀な手下たちを殺害しました。司馬懿はこれにより、すべての権利欲を手中に収めました。しかし司馬懿は仕事ができなかったので、実際は手下が政治を行っていました。300年、これに不満を持った皇帝司馬丘の弟司馬懿は、司馬懿を攻撃しましたが、逆に殺害されました。301年、司馬懿は皇帝司馬丘に帝位を譲らせ、自らが皇帝になりました。当時、司馬懿司馬懿司馬懿丘がすごく強い軍力を持っていたので、司馬懿は彼らに贈り物をして手なずけようと思いましたが、逆に攻めてこられました。そして帝位についてわずか3ヶ月後、司馬懿は殺されてしまいました。三王対司馬懿の戦争では、
10万人が戦死しました。サンオウは、シバキウを超えて芋が見戻しました。シバインという幕のリーダーか、くらったシバケイは、皇帝シバキウより莫大な権力を与えられました。しかしシバケイは、権力を握ってから人が変わり、すごい豪華な建物を建てて、お酒と食事に溺れ、堕落した生活を送りました。302年、サンオウの一人、シバギオウハコレを批判し、シバガイにシバケイ討伐を命じました。シバギョウは、シバガイは負けると予想していたので、シバガイが殺害されたことを口実にシバケイを討伐しようと考えていました。しかし、3日間に及んだ戦いの末、シバガイが勝利し、シバケイを処刑しました。その後、シバガイと、この戦いでシバガイに、余力していたシバエイが権力を持つことになりました。303年、計画が狂ったシバギョウと、権力を独占したいシバエイ派、シバガイを討伐することにしました。これに対し、皇帝シバキウウ派シバガイに味方しました。皇帝を味方につけたシバガイは連戦連勝でしたが、シオクリョウが底をつきかけていました。これはダメだと思ったシバガイ軍のシバエツ派、シバガイを焼き殺しました。この戦いの結果、シバエイが権力を持つことになりました。しかしシバエイもまた、贅沢三昧をしました。304年、これに怒りを爆発させた将軍オースンは、南部、ウガンと一体民族の力を借りてシバエイへ攻撃を始めました。異民族の力が強くて驚いたシバエイは、これまた異民族であるき、ヨウゴの遊園へ助けを求めました。遊園先谷に発したのですが、シバエイを助けはせず、独立して元気ヨウという国を建てました。シバエイはこの騒動により、失脚してしまいました。306年、シバエツは皇帝シバキウを手元に置いて権力を手にしたかったので、シバエイシバギョウを殺害しました。こうして、すべての権利欲を手にしたシバエツ派皇帝シバキウを殺害し、言うことを聞いてくれるシバシを皇帝にしました。しかしシバシにも自我が芽生え、あらゆる業務に目を配ったので、シバエツは大いに不満を抱きました。これを察知したシバシは、シバエツとウバツを手下に命じました。これを聞いたシバエツは、ストレスで死亡しました。こうして、脇を追う全員が死亡しばしが帝位につくという結果で、この乱は終結しました。しかし15年以上に及ぶ内乱により、精神脇憂速に落体化しました。また、内乱の過程で各を追うが招き入れたい民族が力を持ち始めました。そして、異民族が本土に国を建てまくり、戦争を繰り返す。ここにユーロ国時代に突入することになります。今回はここまでです。次回は、異民族国家である前朝の反乱、陛下の乱、を扱います。精神が滅びます。何卒よろしくお願いします。